チェーンソーでリクスを切る映像を見ると危険そうに見えるけど、実はそうではないよ。皮膚を傷つけずにリクスだけを切ることができる原理はチェーンソー職人がいないと可能そうに見えるが、実はリクス切断機には他のノコギリとは違う原理があるよ。一般的なチェーンソーは一方向にしか回らないノコ刃で物体を切ってしまうが、リクスカッターは双方向に非常に短時間の往復を繰り返しながら回転するのではなく振動を発生させるそうよ。目では確認できないけど、超高速カメラで見ると回転せずにこのように行ったり来たりしているのが見ることができるよ。このような振動を発生させるノコギリはギクスのような硬いものが当たると壊れて割れちゃうし、柔軟なものや柔らかいものに当たると切れるよりは風船も破裂しない程度の振動だけが感じられるよ。そのため実際に肌に当てると怖そうに見えるのと違って振動が伝わりながら少しくすぐったいらしいよ。